E、から、ダウンロードナウをクリックしますダウンロードナウをクリックして Windows 版をダウンロードしますダウンロードしたエムゼをダブルクリックしてプログラムをインストールします実行をクリックし 次へをクリックします。インストールをクリックします。完了をクリックします。ライセンス同意書の内容を確認し、ライセンス同意書を受諾するのチェックを入れ、OK をクリックします。 登録したユーザー名とパスワードを入力し「サインイン」をクリックしますエヴァーノートが最新版になりました。